はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日は2022年の8月26日です。今日は梶本次郎の K の商店あるいは K の歴史という作品で読書会をやっていきます。よろしくお願いします。メルマガ登録、メンバーシップよかったら登録してください。メンバーシップに登録すると以前の、読書会のアーカイブスなど聞きます。190円からご登録、できますんでよかったらお願いします。あ、さくらさん声ありがとうございます。ナナンダさん、ホヨさん、ミレミさん、犬ゴリさん、マサイさん、ありがとうございます。いいねボタン押しておいてください。チャンネル登録もお願いします。最近チャンネル登録が増えなくなってしまいまして、呼びかけてもなかったんで増えなくなっちゃったんでよかったらチャンネル登録してください。あ、トットさんもコインありがとうございます。じゃあ早速あらすじを紹介していきたいと思います。あ、そっか、せっかくだから水辺流しながら紹介していきますか。この、あ、海辺にてか、海辺にてっていう曲が中で流れてんで、それを流しながら、あらすじを、ウィキペディアのあらすじを、まあ、読み上げても15分程度の作品なんですけども、ちょっと音が大きいな。あ、これハイネの詩に音楽をシューベルトはつけたらしいんですけども。あらすじ、N 海岸で天地療養していた私は、ある満月の夜に砂浜で K 君と知り合ったのを機に、1ヶ月ほどの期間お互いの旅館を訪ねたり、一緒に散歩したりと親しく交流していた。やがて、私の方は健康を取り戻し、一足先にその地を去ったが、病気が進んでいる様子の K 君の方はまだ残留していた。私は、K 君の知人から N 海岸で K 君が溺死したという知らせを受け取った。手紙の主のあなたは、K 君の死が過失なのか自殺なのかわからず、もし自殺なら原因は何かと思い悩んでいるようだった。私は面識のないあなたへ K 君の死の謎について思い当たることを書き送りながら、影に疲れていた K 君のことを回想する。療養地の N 海岸に来てから最初の満月の夜、気のせいで眠れず寝床を出た私は、松樹の影を踏みながら誰もいない砂浜に歩み出て、漁船の友に腰下ろし、タバコを吹かしながら一人で月光の海を眺めていた。ふと砂浜に気配を感じた私は、3、40歩離れたところで奇妙な動きをしている人影に気づき観察した。その人影は私に背を向けた格好だったが、何が落とし物でも探してる風で、砂浜を前に進んだり立ち止まったり、後ずさりしながら、下を見ているようだった。私はその人が気づくようにシューベルトの海辺にて、これ今流れてるやつですね、と二重人格ドッペルゲンゲルを口笛で吹いてみた。私はその人がマッチを持っていないだろうと考え、思い切って歩み寄っていくが、目の前にできた影で、その人も自分の影を踏んでいることが分かり、探し物をしていないことに気づいた。私が声をかけると彼は決まり悪そうに微笑していたが、それをきっかけに K 君はどうして自分の影を見ていたのか私に教えてくれた。月光でかたどられた自分の影をじっと凝視していると、徐々に生物の層が出現すると話す K 君は、その影が1尺か2尺ほど、30センチから60センチの短いのがよく、揺れを動かしているうちにだんだん自分自身の姿が見えてくると説明した。そしてその不思議な瞬間には、影の自分が人格を持ち始め、こっちの自分は意識が遠くなり月に登っていくような感覚になるという、そのアヘンのような感覚を知ると現実の世界が身に合わなくなると K 君は言った。しかしながら月へ行こうとしても、ジュール・ラフォルグの詩にあるイカロスのように何度も落ちてしまうと苦笑いした。その夜の出会いをきっかけに私は K 君と親しくなった。月が欠け始めると K 君が海岸に出ることはなかった。影ほど不思議なものはないという K 君は、影について熱心に考察し、朝の海辺にも立って日の出を出版する
出版だっけこれ。出版ですね。出版する船がの実態が逆光線で影絵になるようなことを、影のようになることを観察していた。やがて健康を回復した私はその地を去ることになったが、K 君の頬はこけ、病は徐々に進行しているようだった。しかし、K 君と過ごした日々を振り返った私は、K 君が自殺したとは思えなかった。K 君の死の原因が何か誰にもわからないが、私は K 君の歴史の知らせを聞いて驚いたと同時に、K 君はとうとう月の世界に行ったと思い、影が K 君を奪ったと直感した。K 君が歴史した夜、ちょうど月齢の 15.2 の満月だったことを私は暦で確認した。満月が南中する時刻の前後に海に入っていったと思われる K 君の姿を私は想像する。砂浜の影に表出された自分自身のを見た K 君の魂は月へと昇って行き、K 君の形骸の体の方は人格を持った影に導かれて無意識に海に歩み入り、高波によって海中に倒れていった。もしもその瞬間 K 君の魂がイカロスのように墜落して体に戻っていれば、泳ぎのできる K 君は溺れることはなかったはずだ。干潮の夜11時56分、激浪に形骸の身を委ねたまま、 K 君の魂は月へ月へと飛翔し去っていったと手紙の最後で私はあなたに書き綴ったということでした。ちょっとあらすじを聞いただけではよくわからないんですけども、まあ、詳しく解説していきたいと思います。あ、MIZ さん、こんばんは。あ、これね、今回レータ先生にが絵を描いてくださいまして、私が創作物のレッサーパンダがいいんですけども、そのレッサーパンダが夜行中のゆる海に向かって、この K の焦点の必殺を K に代わってね語ってるっていう、なんか背中に哀愁が漂ってて、ちょっと右に傾いちゃってるんですけど、なんかそれがね下に映ってて、隣にいる人が誰なのか、私じゃ髪の毛の結び方が私と違うんで、これはまあレイタ先生のキャラなんでしょうけど、いいですねこれね、漫画化してほしいですね。黄昏のレパンダ、レパンダの焦点ですよこれ。この後月に吸い込まれていくんです。ということでした。じゃあ早速感想を読み上げていきたいと思います。だからあれですね、 PDF にあれですよ、レイター先生の絵貼っときましたんで、またよかったら見てください。レパンダがちょっとね、ちょっとシュッとしたかっこいい顔してるね。私の創作物のレパンダはドジっ子で癒しっていうキャラクターなんですけど、ちょっと違うんですけど、ということです。じゃあ、よかったらね、レイター先生 YouTube チャンネルに登録していただいて、たまに投げ銭でもしてもらえば私の代わりにファンアートのお礼を投げて、私も投げたんですけど投げていただければ嬉しいです。ではですね、トップバッター千歳飴さんですね、読み上げていきます。ムーンライト伝説。月は引力という巨大な力で地球の水を引っ張り、水の水位を変えるほどの影響を持つが、神秘的で謎に包まれている。引用はじめ、私はあなたのお手紙で初めて K 君の彼の地での歴史を知ったのです。私は大層驚きましたと同時に、 K 君はとうとう月世界に行ったと思ったのです。どうして私がそんなキーなことを思ったか、それを私は今ここでお話ししようと思っています。150ページ引用終わり。この小説があなたという K の歴史について自殺か事故か知りたがる人人物宛ての返事という設定がなければ、すべてがスピリチュアルに傾倒した語り手の空想で、そもそも K などという人物すら存在しないのではないかと私は疑っただろう。姿形もなく反応もないあなたの存在がとても重要だった。語り手の私による仮説は、 K の死因は満月の引力によって魂が月に昇天したというものである。安らかに魂は月に導かれ、肉体が無感覚のまま沖にたゆたい発見された時、魂のない肉体だけは墜落していた。 K
K は苦痛をも恐怖も感じることのなかったように語り手は書く。語り手が K を最初に見かける場面で K はのっぺらぼうを予感させるやや不穏な佇まいだった。 K の語る話も影が別人格となりスーッと月に登っていくという空想的な内容だった。 K と会話を親しくなるうちに彼の話す詩や太陽の反射の話に惹かれ、語り手は K のキーな発想を受け入れるようになる。語り手の私は K の影響で神秘に傾倒していったのか、もともと神秘を信じやすい人だったのだろうか、それより二人とも重い病にかかっていて同じ療養所にいたので闘病愛哀れむ状態に陥り、絶望から神秘に頼るようになったと考える方が納得できた。鈍器な患者の中で主人公吉田は結核を患い、他の結核患者や家族が新興宗教民間療法にはまり出すのに困惑しながらも完全に否定できないでいた。この作品の K は自分の感じに頼り、その感じによって来たるところの説明できない神秘の中において154ページいる人物だった。のんきな患者で脳の黒焼きを妙薬と信じる人々の方を主人公にした作品とも考えられた。また吉田が作ったドッペルゲンゲルが K として登場したようにも思えた。終わりです。ありがとうございました。のんきな患者を思い出していただいたと。まあ、カジの作品を読んだ方であれば、他のカジ作品と類比で読むところがあると思います。私はちょっと冬のハエを思い出したんですけども。のんきな患者も以前、読書会でやりました。母親に脳の黒焼きを食べさせられるの。民間療法でね、治るんじゃないかっていう。本人はそれを信じてないんですけど、周りがだんだんそういうことを、手段を強いるようになってくるっていうことに困惑することが書いてありましたね。今回は K がその、自分の寄ってきたる説明できない感じっていうのをね、その月に影を見つめてると月に吸い込まれていくって話をするんですね、これね。どうだったっけ。これか。私のだと132ページなんですけど、もうちょっと私古い版なんで文字がちっちゃい。ところで、月光による自分の影を見つめていると、その中に生物の気配が現れてくる。それは月光が平行光線であるため、砂に映った影が自分の形と等しいということがあるが、しかしそんなことは分かりきった話だ。その影も短いのがいい。一尺二尺くらいの方がいいと思う。そして静止している方が精神が統一されていいが、影が少し揺れ動く方がいいのだ。自分が行ったり戻ったり立ち止まってるしたりしていたのはそのためだ。雑穀屋が小豆のくずをポンの上で探すように影を揺すってごらんなさい。そしてじっと見つめているとそのうちに自分の姿がだんだん見えてくる。そうです。気配の息を変えて見えるものの領分に入ってくるのです。ということですね。自分の影を見つけると、自分のもう一人の姿が、ドッペルゲンゲルが、見えてくるってことを信じてんですよ。それがどんどん、そればかりではない、だんだん姿が現れるに従って、影の自分は彼自身の人格を持ち始め、それにずれて、こっちの自分はだんだん気持ちが遥かになったって意識が遠のいてですね、ある瞬間から月に向かってスースーと登っていく。それは気持ちで何者とも言えませんが、まあ魂とでも言うのでしょう。それが月から差し下ろしてくる光線を遡って、それは何とも言えぬ気持ちで昇呈していくのです。言っております。スピリチュアルといえばスピリチュアルなんですけども、まあ、不治の病っていうかね、そういうのにかかってると、神秘に傾倒していくっていうか、そういうものを見ようと思って海岸にわざわざ来てるんですよね。満月の海岸に。それはまるで薬物やってる時、アヘンってことないのか。まあそういう気分になるってこと言ってるの。影はアヘンのごときものだって言ってたっていうことですね。で、結局それで溺れて死んじゃったんじゃないかと。まあそういうこと言ってたってことを報告してるんですね、これね。ということです。まあ、
不治の病から絶望から神秘頼るようになったと考える方が納得できた。まあ私も重い病になったことないんでわからないんですけども、だんだんそういう気持ちになっていく人も、どういうふうに余命いくばくかの自分の精神状態処理するのが私にはわからないんですけども、そういう自分の魂が昇天していく影を見つめてるとってことを信じるようになったんでしょうね、これね。ということでした。ごめんね、素直じゃなくて。闇の中なら言える。ムーンライト伝説。ありがとうございました。千歳飴さん。コメントを拾っていきます。エビデンスを信じてください。黒焼き。人と首吊った縄を焼いて食べ、やべ、焼いて、焼いて食べ、もらってくるみたいなね。よくわかんないこと書いてありました。暑さ、寒さも彼岸までと言いますから頑張っていきましょう。ありがとうございます。頑張っていきます。じゃあ、千歳飴さんありがとうございました。では、続きまして、メルマガ読者 MIZ さん。K の焦点感想文。ある崖上の感情を読んでからと言っても課題図書以外は未読だが、カジーワールドにハマっていると言っても過言ではない。一言で言うと、耽美という感じなのだが、主人公の視点や立ち位置、会話にいちいち引っかかるところがあって面白い。私は、折々その人影を見返りました。71ページ。私は海の方へ向かって口笛を吹き始めました。72ページ。もし、落とし物なら、影を背にしてこっちに向かって探すはずだ。73ページ。このまま戯曲になるではないかと思ったら、2013年に朗読劇として国内で舞台化されていた。ただ、耽美に物語が流れて行く予想は外れ、月の位置、影の長さ、潮の干潮と月の関係などいろいろ考えなくてはいけないことがあって、それが何度も読み返す理由となった。何度も読んで分かったことは、N 海岸は太平洋岸に位置する療養所であること。月が南中した時に影が北側に散る。K も私も療養所で人生、人外っていうのかこれ、咳のために処方されたアヘンについて、その中毒性と副作用についてよく知ってるということ。こうではないかと思ったことは、シューベルトの各曲、海辺にて、ドッペルゲンゲルのハイネの詩は、あまりにも物語にぴったりすぎるので、音楽好きのカジーは、これら二つの歌から着想を得て、物語では、を作ったのではないかということ。こうだったらいいなということは、手紙を私に送った人物は寄宿舎で一緒だった美少年で、誰が書いたかと言っているが、伝統を写したシルエットをなぞって書いたのは、他でもない K 君ではなかったかと、私もうすうす気づいて返信しているのではないかということ。K は高校時代の同性愛の悲恋から影中毒が始まった。第一印象を思い出してみれば、私からすれば K は別世界にいる人であった。K と体をと魂を分離させて、月光に導かれて別世界に身を置く練習を何度もしていた。 K の世界から私のような他人の場所へ心を寄せるとき、 K はいくつもの意識の層を浮上させて他の世界と折り合いをつけ、最後に微笑まなければならなかった。何度も何度も月の世界はきっと高畑勲監督のかぐや姫物語でも表されていったように、悲しみも微笑みもない世界なのだろうと思った。終わり。ありがとうございました。寄宿舎で一緒だった美少年の BL ムーブがBL ムーブっていう方寄宿舎、私の最近の研究対象 BL ムーブが落ち子守備ありましたけども、私が高校高等学校の寄宿舎にいた時、よその部屋でしたが、一人美少年がいましたね。それが机に向かっている姿を誰かが描いたのか、部屋の壁、伝統で写したシルエットですね。その上で、墨でなすって書いてあるのです。それがとてもビビッドでしてね、私はよくその部屋に行ったものです。この美少年が手紙の送ってきた人ではないかという仮説を
立てていただいて、あ、なるほど、そうかもしれないと思いました。まあそれを匂わせてるとこに長沢作品としてはなるほどと、あ、なるほどと思う、合点と思いました。その頃から、まあ、思いを寄せていた人に、この影に心を寄せてたっていうか、まあ、この影は何を意味してるのかっていうもんなんですね。なんかプラトニックラブみたいなものがあるんでしょ、影の中にね。で、ね、誰がやったらいいんですかね、これね、映画にしたらね。こんな儚い人だと大体私の中で菅田将暉。2、3年前の菅田将暉。今の菅田将暉ではなく。しか思いつかないですけど。儚く、まあ昔だったら証券。昔だったら証券。20歳ぐらいの、マカロニだったぐらいの時の証券とかね。なんかもう繊細すぎてすぐ死にそうな人。昔の長渕剛みたいな。なんか、そういう人ですね。なんかそういう人がやるといいでしょうね。これ、なんか演劇にしたらいいですね。だって海岸しか出てこないからね。手紙の朗読と海岸だけだから。私もだって、麗太先生の漫画を見てね、エモいなと思いましたもん。夜行中の海って、ちゃんとね、船の友に座ってんですよ、これ。それがね、漁船のちっちゃな、漁船の小舟の船を共に座って、なんかイカロスの話とかして、もうね、ほらもう絵になるんじゃないですか、もう。舞台にもなるし、映画にもなるし、漫画にもなるし。すごいなと思った映像力が、思いました。で、さらにその、シューベルトの歌曲のね、白鳥の歌の海辺にてと、ドッペルゲンゲルが続けて、音楽も流れてきちゃうし、もう。で、結核療養所だし。もうなんか、全部乗せですよ。家系全部乗せみたいなね。もう野菜増し増し、肉増し増しみたいな。ねえ、すごい。短い作品の割には、ねえ、なんか寄宿舎の美少年まで出てきちゃってね。それが手紙返ってきたっていうのはね。月に登ってっちゃうみたいなね。すごい作品ですね、これね。ちょっとカジーワールドに、カジーワールドはね、私も待って、レモン読んだ時、昔読んだ時全くピンとこなかった。何気取った作品だと思ってたんですけど、細かく読んでいくとね、すごい心に染みますね。と思いました。この高畑監督のかぐや姫物語って私知らないんですけど、こういう、まあ、月の話ね、かぐや姫の話もありますけどね。月が人を狂わせるっていうかね、あとシラノド・ベルジュラックの話もね、まあ、ラフォルグの詩と、ありましたけども。カジー自体も演劇に傾倒していた。あ、そうなんですか。ね。演劇にするとちょっと尺が読み上げても17分ぐらいだからね、30分持たないですね。ちょっとなんか他の作品と足したり引いたりしないとね、と思いましたね。過去1位泣いた作品がぐや姫物語。あ、そうなんですか。ちょっとじゃあ機会があったら見てみたいと。じゃあ、MIZ さんありがとうございました。ドライブバイカーみたいなガッチャンコ。いくつかの短編をね、合わせた方がいいですよね。ちょっと話が短くなっちゃって。ね。同性愛とナルシズムって近いところにあるのかもしれませんね。影に惹かれるってのは自分に惹かれるってことなの。まあでもね、それほどね、太宰とか三島ほどナルシシズムを感じないんですよね、カジノの作品っていうのは。なんでなんだろうな。なんか病気が重いって、なんかその、まあ、
あるな。あんまりそんなに、そっちがメインというよりは、ね。まあ、よく読みはナルシスティックなんですけど、やっぱなんか絶望感がね、たまらないですね。絶望的だなって読んでて思いますもん。じゃあありがとうございました。MIZ さん。では続きまして、メルマガ読者多い元気ボックスさん。対比の妙。この小説はウィキペディアによると、夜の海岸で満月の光にかたどられた自分の形から影から出現するドッペルゲンガーに導かれて昇天していく青年 K について物語る諸眼体形式の作品。自我の分裂と魂の昇天という神秘的な主題の中に、病死の運命を薄々感じ取っていた元次郎の切ない思いがこもっているファンタジックでミステリー風な作品である。月を題材とした詩的作品、幻想文学としても人気が高く、アンソロジー集で取り上げられる名作であるでもあるとある。10ページほどの短い小説だが見どころ満載であった。 K というのは火事自身のことなんだろうな。残り少ないと感じている病弱な自分の命、それを月への昇天という形で表しているのだろうな。火事の声なき声を本を読みながら感じた。特に注目したのはドッペルゲンガーという言葉。注釈によると、この言葉は同一人物でしかも同時に違った場所に現れる人のことで、第二の自我、生き量の類とされている。まさに実体のある自己との対比を表す隠喩表現であり、この奇妙な作品がさらに魅力を増すキーワードであると思う。もともと火事は描写がとても独特であると感じていたが、この作品の対比表現は実に興味深い。月と太陽、影と実体、魂と形骸、ケイ君とイカロス、あるいはもっとあったかもしれない。この対比の妙をさらに考えてみると、どうやら火事自身の生活に対する姿勢も関係しているようだ。文芸評論家の淀野隆三の解説によると、火事は生活に立ち向かう傾向と大敗に向かう傾向があったという。さらにそれは両親の影響を受けているとのこと。前者は教養ある原婦人であった母に、後者は酒好きで酒の上で不始末がたびたびあった父によるものとしている。そう考えると、この作品は火事自身の魂のほとばり知りなのかもしれない。火事の魂が書かせた作品と言えないか。まさにドッペルゲンガーではないかと。終わり。ありがとうございました。火事自身の分裂した二重人格が書いてあると。母親譲りの教養のある部分と、父親譲りの見境のない。父親はなんかね、他の女の人との間に子供作ってて、火事に妹がいたってね。で、妹が亡くなっちゃうんですよね。亡くなった話が確か、なんだっけ、ある心の風景か。書いてありましたね。なんか、トーマスマンみたいですね。トーマスマンのトニオ・クレーゲル。トニオ・クレーゲルも母親のラテン系の血とね、父親の北方の陰気な性格、両方分裂してるって話でしたけどね。なんか19世紀ドイツ文学っぽいですよね。まあ、ハイネが出てくるとこもそうですけども。と思いました。二重人格ってことですね。私もね、まあ、なんか何度か雑談で話したことあるんですけど、一回ね、車の営業車で夏寝てる時に、幽体離脱したことがあって。本当に。自分がこう寝たままね、もう一人の自分が出てっちゃったんですよ。で、このままこう、車の外に窓ガラスをすり抜けて出てきそうになったんで、危ない危ないと思ってね、このまま死んでしまうんではないかと戻った。慌てて、重ねて、また眠って戻ったっていう。夢の中の経験なのが実際そうだったのかね、わからない経験が一度だけありまして。金縛りとかと違うんですよ。体が浮かんでっちゃったみたいなね。まあちょっとそれとは作品に書かれてることは違うんですけども。まあ、極度の疲労とか体力が落ちてると、そういうドッペルゲンガー現象っていうのは起こるのかもしれないですね。だからもう体力がなくなってて、月夜に歩いてると意識が遠のいてね、分裂してっちゃうかもしれないですね。
と思いました。まあ対比表現がねすごい、まあで結構ね ロジックがあるっていうかね、月に照らされた影とそのがじまあ、もう一人の自分自身の実態を浮かび上がらせるって話と、逆光、太陽の朝日の逆光に見えた船が完全に影じゃありませんかと、逆光の中にいるからこそ影なんじゃないかと、でそれが逆説的な証明になるとかね、なんか結構科学的なことをね書いてますよね。その辺ただセンチメンタルに感情に流されて書いてるわけじゃなくて、結構科学的なところがあんまりナルシシズムを感じない理由なのかなーって、ちょっと思いましたね。まあ、単なる幻想文学だったら甘ったるくてセンチメンタルに感じるんですけども、そうでもないんですよ。読んでみるとね、しっかりした構築があるっていうか、自分に同情して書いてるわけではないんですよね、これがね。カジの作品というのはね、自分に同情してる締めっぽいところがあんまりない。結構ドライな。それをなんか、サイエンティフィックな描写でね、月のほら、暦で月を調べて何度の月だとか言うわけじゃないですか。ああいう正確に書くところで、なんか単なる情に流されない、感傷的なものに流されないね。強さが出てんなぁと、ちょっと思いましたね。じゃあ、大井元気ボックスありがとうございました。カジーの作品、ハマりそうです。あ、ぜひ。いや、短い作品が多いんでね、すぐ読めると思います。私もたくさん朗読してるし、もう、軽度商店だけで十何人ぐらい、十ぐらいコンテンツがね、あれですよ。アップされてましたから、YouTube にも。まあ、聞きやすいのでね、見ていただければ。太陽に向かって焦点。まあ、疲れてたんです。その時疲れてたんですね。疲れてる時、そういうことあると思います。幽体離脱。そのまま帰ってこれなかったら死んでんですかね。いやだな、そんな。どっかのなんかイオンの駐車場で寝てたら、屋上の駐車場で寝てたら人も死んでたみたいな。夏場。いやー、そんな死に方、たまんねえな。営業中サボってたら、悲しすぎるな、それ。ドッペルゲンガー、自分自身の姿を自分で見る幻覚の一種で自己増幻視と呼ばれる現象である。あ、ありがとうございます、マサイさん。推理小説っぽかった。推理小説っぽいですね。学生の頃手に入れたレモン久しぶりに読んでみようか。あ、ぜひ読んでみてください。まあどれも割りかし外れなし、ただちょっと読解力がないと。まあでも、鮮やかに、なんだろうな。まあ読書会で読んだら私はつくづくいい作家だと思いました。それ以前は全然興味なかったんですけど。まだ半分ぐらいしか読んでないんで、レモンの収録作品。まあ楽しみですね。城のある町にてか。亡くなった妹のことを書いてあるやつ。あれもいい作品だったけど。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、続きまして、メルマガ読者、さくらさん。K の焦点感想文。これはどういうことなのか、2、3回読んだぐらいではよくわかりませんでした。次世界に行ったというところで、以前読んだことのある星の王子様を思い出しました。星の王子様は肉体も砂漠からいなくなったから、そこは K と違うけど、精神的に魂が空に行ってしまったところは似ているなと思いました。最初読んだ時は自殺するより大波にさらわれた感じがするけど、でも満月を待って自分から海に入っていったのかはよくわからない。K という人の苦しみが書かれていったら、自殺したかもしれないと思うし、でも影ばっかり追っていたのが、心も体も元気な人がするようなことでもなさそうだから自殺なのかなと思ったりしました。歴史という芯がはっきりしているので、もう死んでしまったことには違いがなくて、もし遺体が見つからなかったらどうだったか。そしたらもっと月の世界に行ったのかなと、ちょっとファンタジーな感じがするのかもしれない。これ以上考えてると頭がクラクラしてきそうなので、
この辺にして今晩の読書会を楽しみにしたいと思います。ありがとうございます。はい。じゃ、ということで終わりです。ありがとうございました。大丈夫ですか？頭、熱中症じゃないですか？もしかしたら。ね、ご自愛ください。ありがとうございます。ガリガリ君とか食べれば、ガリガリ君とか食べて頭キーンってなれば治りますよ、きっと。ありがとうございました。星の王子様。なるほどと思いましたね。星の王子様も月に帰ってくんですね。あれ月っていうか、なんかどっかの星から降ってきたんですね、あれね。降ってきたんじゃないのか。どっかの星から、バラと喧嘩して出てって、いくつかの星を渡り歩いて地球に落ちてきたのか。最後は蛇に噛まれて、月に戻ってった。星に戻ってったんですね、あれね。王子様も絶望してたんですよ、地球に来てね。変な人間ばっかしかいないっていうか、大切なものは目には見えない。大切なものが見えないって話ですよね、この K の焦点もね。月光じゃないと影が自分自身が見えないんだっていう。この自分自身が一体何なのか。本当、本当の自分探しっていうことは本当の自分探しなんですけども。星の王子様も本当の、本当に大切なものね。大切なものは目に見えないってね。言って帰ってったんですね。似てますね、でもね。確かに。まあ、星の王子様の方が、積極臭くいろいろ書いてあるんで。あっちもまあ、私的だといえば私的なんですけども。積極臭いってことないか。狐が出てきて懐かせて。懐かせてって。約束したら来てくれみたいなね。酔っ払いが出てきたよね。そうでしたね。まあ自殺なのか、自殺じゃないのか。歴史ですね。自殺っていうか、自殺ではないんでしょうね。大波にさらわれ、まあ、気を失って海に落ちたっていう感じ。満月の力で海に引き込まれちゃったと。まあちょっとファンタジックでありますね。確かにね。まあ、普通の世間から言うと自殺として処理されそうな話ですけどね。だけど違うんじゃないかと。K の様子を見てたら、K には K の言い分があって、単なる悲壮感があって死にたいっていうわけではなかったんだって話を。まあ、この私は類推して手紙の送ってきた人に報告してんですね。焦点してたんだと。歴史したんですよ。焦点してなかったら多分泳いで帰ってきたって言ってるんですからね。ということでした。じゃあ、ありがとうございました。桜さん。ありがとうございます。レパンダ懐かせて。懐かせてって言った。パクリじゃねえかって話になる。星の王子様のパクリじゃ、星の王子様の格好して出てこなきゃいけない。ありがとうございます。では続きまして、メルマガ読者エバタさん。影の向こう側。子供の頃みんなの歌で本作に出てくるイカロスを主人公にした勇気一つを共にしてという曲を聴いたのを思い出しました。歌詞は、ロウで固めた鳥の羽をつけて太陽を目指し上昇し続けるも、太陽の熱でロウが溶けてしまい落ちてしまったイカロスだけれども、その勇気を忘れるな、と賛美する内容でしたが、40を過ぎた今、イカロスは親の言うこと聞かず、押すなよではなく、上がるなよと忠告されていたにもかかわらず、自分の作った道具を過信し、肉体という魂に縛られた人間ごときが遥か高く空を目指した。自然や神からしたら愚かな若者の話だったのかもしれないと解釈しています。K の精神、または魂が手紙の主の言う通り肉体を離れて天に登りたかったとしたら、なぜ太陽でなく月だったのか。確か月は地球から分かれてできた天体でしたよね。その次の軌道、引力によって地球の海の満ち引きも影響を受ける。
地球が太陽、地球が肉体だけの空っぽのものの象徴とするなら、そこから分かれた月は本当の魂または精神が宿っている。影になってこちら側から見えない月のあちら側に向けて K は昇天したのかもしれないとこじつけてみました。というか、手紙の主の私は何者ですか、引用を始め、影の方の彼はついに一個の人格を持ちました。 K 君はの魂はなお高く昇天していきます。そして形骸は影の彼に導かれつつ、機械人形のように海に歩み入ったのではないでしょうか。引用終わり。今日は太陽とシスコムーン、改め T&C ボンバーの曲でも聴こうかしら。以上、終わり。ありがとうございました。やがてギリシャのイカロスは、炉で固めた鳥の羽。こういう曲ですよね。私も歌いました、これ。私これ人形劇でやりました。私がイカロスの人形を作って人形劇をなんかみんなの前で発表するって言って、気合を入れて作ったらその人形を誰かに隠されてしまって嫌がらせで、思い出した。小学 4,5 年生の頃この曲歌いました。まあ、あの、なんでこれイカロスは太陽に行こうとしたんでしたっけ神の伊賀領買ってあれなんですかね。人間の傲慢さやテクノロジーを批判する神話として有名である。なるほど。という話だということでした。この曲歌いましたよ。ね。なんで太陽でなく月だったのか。月は地球から分かれてできた天体。あ、そうなんですか、月って。月って地球から分かれてできたんですか。地球が肉体だけの空っぽのものの象徴とするなら、そこから分かれた月こそ本当の魂、また精神が宿ってる。まあでも、そのことを書いてんじゃないですかね。この地球にいる自分は形骸であり、本当の魂は月の影でしか見えないっていう、その精神と肉体の分離みたいなのを、まあ、病気になって思ったんじゃないですかね。まあそうやって自分を慰めてたのかもしれないですけども。手紙の主は、あれですよ。寄宿舎の美少年説。ということ。まあでもこれ誰かに報告してるって形を取らないと、なんとなくちょっとうまく説明できない小説ですよね。まあ、カジイマこの書簡体小説にすることによって書ける、あの、モチーフあったんだけど、どうやって書いたらいいかわかんなくて、書簡体にすれば、落ち着くっていうことに気づいてね、一気に書き上げた、一晩で書き上げたって、ウィキペディアに書いてありますね。多分その、いくつかのモチーフがあったんでしょ、その、ドッペルゲンガー体験と、あの、シューベルトの、とか、ハイネの曲とか、いくつかあって、イカロスとか。それがうまくまとまんな、書簡体に報告してるときに、まとまったっていうことですね。まあ、書簡体報告小説ってのは、形式あるんですよね。なんか、カフカとかもやってんじゃないですか。なんかね、ネズミ姫ヨゼフィーネとかそんなようなね、ネズミの世界の報告書みたいなの。まあ、そういうのは、文学形式として書簡体っていうのは、あるんですよ。音楽の時間歌いましたよね、マサイさんね。まあ、ちょうど70年代、後半80年代、前半の皆さん、C 集読書会界隈の皆さん、私の同年代の方が多いんで、
同年代ほど多いってことない、多いってことないか。コシベさんの曲はこれとおもちゃのチャチャチャが好きだ。まあ、そんなマニアックなんですか。おもちゃのチャチャチャ、野坂先生作詞ですよね、確かね。月の起源として代表的かつ科学的検討に頼る説として分裂説、地球分裂説、捕獲説、双子説、巨大衝突説などあるが、現時点で不明である。地球から分離したの、でも水があるんでしたっけ、月ってね。まあもしかしたら分離したのかもしれないですね。そんなことねえか。どうなんだろうか。わかんない。何かが当たって分離して二つになったのか。何によって分離したんだかわかんない。なんででも月だけ地球の周りを回ってんだかもわかんないですもんね。だから影になっていてこちらから見えない月のあちら、月の裏面に K は焦点した。月の裏面にね、中国も探査機走らせてるっていう。中国共産党言ってますからね。アメリカは月にね、月面着陸して行ったって言い張ってますけど、中国は月の裏面に探査機走らせてるって言い張ってますけどね。ということですね。ありがとうございました。まあ、地球が肉体だけの空っぽのものの象徴とするなら、そこから分かれた月こそ本当の魂、また魂が宿ってる。まあ、これが、この作品の言いたいことなんじゃないですかね。と思いましたよ。私は。ありがとうございました。生まれて帰る場所。人工物って説もありますね。人工物な上に地球がフラットだ。地球平面説。わかんない。まあ、わかんないってわかんないってことになるか。まあ、彼、まあ、もっともらしい、一番反証可能性のあるもっともらしい仮説が、科学ですから。また、実はフラットだったっていう仮説がね、の方が説明しやすくなればフラットになるかもしれないですね。今んとこはならないでしょうけど。こんばんは。海も月も女性。母親に近づきたい。ああ、母の象徴として、生まれて帰る場所、月が。ロマンチックですね、皆さん。なるほど。ありがとうございました。では続きまして、メルマガ読者、ホヨさんです。K イコール影イコール火事。作中で私が吹く口笛、ドッペルゲンゲル。二重人格を表すそれは、K の正体を表しているような気がする。肺病によってせき立てられ、疲弊した心が生み出した影帽子、それが K なのかもしれない。それは月光という狂気に彩られて月へ登ってゆく。引用はじめ。シラノが月へ行く方法を並べ立てるところがありますね。これは、その今、一つの方法ですよ。でも、ジュール・ラフォルグの詩にあるように、哀れなるかな、イカロスが幾人も来ては落っこちる。私も何遍やっても落っこちるんですよ。そう言って K 君は笑いました。引用あり。現実的には、月に昇天して登っていくことは、絶対にできない。ありえないということを、これでもかというくらい梶井は知っている。K も月に昇天したというふうに作中の私は思っているが、ただ溺死しただけに過ぎないということは言うまでもないことだ。人間が死というものに何か意味を見出そうとしてしまうのは仕方ないのないことなのかもしれない。けれど死というものはもっと理不尽で、不条理なもののような気がする。自身の死に意味なんてない。けれど、そんな、火事の思いを感じて切なくなってしまった。終わり。ありがとうございました。まあ多分ですね、まあ死に意味がないっていうことよりも自分の魂の問題を書いてんじゃないのかなと思いました。魂の問題だけ抽象して書くにはどうしたらいいのかっていうことを
梶は先生は考えたんじゃないですかね。イカロスが幾人も来ては落っこちるが、梶の心境をものすごく表しているような気がします。ああ、まあ結局は理不尽で不条理でまあ現実的にはね、海に落ちて死んだんでしょうけども、まあどうなんですかね。なぜ梶、それだったら作品を書く必要性がなくなってしまうような気がするんですけど、梶は梶の中で見つめてたものがあるんじゃないですかね。表現したかったものはね、それをうまくこう説明するのは難しいから、月の光に照らされた影帽子っていう形で、まあそっか、 K の正体、自分自身の正体っていうか、そういうものを書きたかったのかな。自分自身の影帽子っていうのは自分の実体っていうか、その肉体とは別の魂実体があるとしたら、それをどう表現するのかっていうことをこの作品は一生懸命書いてんじゃないですかね。と思いますよ。なんて言うんだろう。工夫して何とか書こうとしてるっていうもがきみたいなのを感じますけどね。それが分かりづらいっていうのは確かにあるんですけど。ということ。まあでも何を、梶本次郎が何をその文学にかけてたのかっていうのはね。まあ。読んでみると別にそんな感傷的なことを書いてるわけではないんで、作品として成立させるっていう、まあ形式として何か自分のオリジナルの形式で何か自分だけが表現できるものを探してたって感じはね、私はしますけどね。それが意味があるかないかといえば、それは別問題。別問題なんですけども。まあ今、梶井のように書いてる人、なんかまあ画家とかだったらいそうですけどね。文学者ってもう今ほら、とりあえずなんか賞取って本が売れれば成功じゃねえみたいな感じじゃないですか。某有名編集者があいつ何万部ったことあるんですかみたいな、すぐ言うみたいな。部数で、今どのくらい売れてるかが全ての尺度みたいな、そういう出版業界じゃないですか。その中でまあ、売れるとかいう話じゃなく、表現したいもの、形にして残さないと死にきれない何かがあったっていう、ことを、まあ戦前の作家に感じない、戦後の作家にはあんまり感じないけどな。なんか、まあ今現代の作家に関して言えばもう、やっぱり、売り上げイコール評価みたいなね、そこで競っていくみたいな。あんじゃないですか。自分の魂の問題書いて売れなくてもいい、よくて結核で死にそうだって、そんなドラマ背負ってるケースが成り立たないですからね。まあそういう、でも、まあ純粋だなと思いますね。気持ちがね。それが頭が下がるっていうか。あんまりこういう気持ちで創作してる人っていないんじゃないかなって私はね思った。まあ確かにイカロスが幾人も来て落っこちるなんでしょうけどもね。まあ梶の思いがなんか感じると切ないですね。こんな一生懸命何かこう小難しいこと一生懸命考えてね、療養しながら帰ってたってこと自体がね、思いました。でも何度もトライするところに梶自身の強さを感じます。そんなにね、題材があるわけじゃないじゃないですか。取材に、行けるわけでもないし。売れるための小説を量産してるだけの存在ですよね。今の小説家、そんなにね、自分書かなきゃ死ねないっていう問題が
あるっていう、そういう人もいんのかもしんないけど、ありがちもうなんかフラットですよ。もうとにかく、こんな風に魂の問題を囲うなんて、月に昇天していくなんて思ってないですよ。そもそもね。なんかやっぱ、なんかそんな気はしますけど。まあ、今その、文章で身を立てようっていうことがないじゃないですか。まあ、今 YouTube、SNS とか出てきちゃうと。ありがちすぐ有名になれる、なんかちょっと、まあ音楽とかね、いろいろ表現方法が多様化してるから、昔はあの小説書くっていうのは結構重要な営みだったんですけど、今はもう小説、小説は有名になってから書くもんだみたいな感じもありますしね。あ、レイター先生ありがとうございます。絵に描きたくなるような作品で好きになりました。わあ、とっても素敵な私は自分のキャラが使われてるからもう嬉しくてしょうがないですけどこの背中の哀愁を見ただけでも嬉しくてしょうがないですけど、ね、ありがとうございます。皆さんの感想文、とてもなるほどと思いながら聞かせてもらってます。ファンアートの紹介ありがとうございました。まあ、よかったらもうね、もう時間に余裕があれば全部漫画化して発表してください。カラー出なくていいんで、まあ、カラーの方がいいかもしれないけど、感想文は読解力が追いつかず書けませんで、ああ、もう全然もう感想文よりこのファンアートの方が伝わるって言ったら語弊があるから、もう感想文書かなくていいんで、今度から漫画で一場面書いてください。ありがとうございました。じゃあほよさんもありがとうございました。では続きまして、メルマガ読者玉江さん、刑変死事件裁判のご紹介。本書刑の焦点の冒頭の記載通り、刑の死は過失なのかあるいは自殺なのか真相を読み解くのは非常に難しかったため、私の能力では結論を導くことができなかった。で、最後の手段として法学部の卒の父に相談したところ、この判決判例を読め、このど素人がと言って、父は私に向けて書類を放り捨てた。どうやらこの書類には刑の死因と真相に関する判決が書かれてあるらしい。東京地裁判決抜粋、事件番号第××号、事件名刑変死事件、宣告日令和4年8月26日期、通説純粋溺死説、後藤木下、結論ただの溺死である。根拠、満月においても夜の砂浜は暗く視界は非常に悪いため、刑が浅瀬にはまってしまう可能性は高い。とすれば病気を患っている体力のない刑は大波に足元をすくわれて離岸流によってそのまま沖へ流されて溺死したと考えるのが妥当である。有力説丸1、アヘン中毒者説、田中宮下。結論、刑はアヘンの過剰服用により死んだ。根拠、手紙の中で K はアヘンという言葉をたびたび用いて恍惚状況を説明している。 K が死んだ当日においてもアヘンを多分に服用し、半ば錯乱した状態でわけのわからぬままテンション上げぽよで海に飛び込み溺死したと考えるべきである。純粋溺死説からの批判、 K のアヘン服用に関する狂気は作中に存在しない。有力説に、ロマンチスト説佐藤。結論、イカロスに憧れてロマンを求めて死んだ。根拠、手紙の中にギリシア神話イカロスに関する芸の言及がある。イカロスは太陽を目指して墜落した。ここで芸が死んだ当日は満月の南中時刻だったことから、地球の観測地点イコール芸の位置を中心として太陽と月は正反対の位置関係にある。これを先ほどの神話に適用すると、イカルスが太陽を目指して墜落の反対は、K が月を目指して昇天であり、ロマンチストの K はこの点に憧れを抱き実行した。しかし K は空を飛べないため、月の進路を地表から追跡するにとどまり、その結果は昇天とは名ばかりの溺死を遂げたと考えるのは至極だと当然である。純粋溺死説からの批判、ロマンチストだから死ぬとは考えにくい。ロマンイコール死に直結する思考及びその示唆も作中からは伺えない。少数説、多殺説、続き。結論、手紙の差出人が K を殺して海に捨てた。根拠、差出人は K の死に際に実際にいたわけではなく、死因の大半は差出人の妄想にある補填であり、手紙の文面も周知的な表現が多く、焦点など作為満載であることから、K を殺した差出人による
捜査撹乱が意図されているものと考えるのが自然である。ロマンチスト説からの批判、殺意および狂気に関する表記は作中に存在しない。人説丸一、ラオウ説たまい。結論、本当に昇天してしまった。根拠、ラオウは昇天し死んだという過去の実績に基づけば、ケイが本当に昇天しても不思議ではない。他殺説からの批判、ラオウは空想上の人物であり実在しない。ただ、甚だ荒唐無稽である。アヘン中毒者説からの批判、お前がアヘンでラリってるだけではないのか。人説丸にムーンライト伝説たまえ。結論及び根拠は割愛する。判決、主文、本件は控訴を棄却とする。根拠、全体を通して第三者の手紙に基づく根拠は根拠足り得るものではない。検察が即時控訴といったことを考えながら、次このパターンを使って感想文書いたら殺すからそのつもりでという幻聴に私は悩まされている。以上、終わり。ありがとうございました。ムーンライト伝説が、千歳飴さんとオナテンテンパイ枯れてた。枯れて出てこなくて流局みたいな感じでしたけども。何言ってるかわかんない。という残念なムーンライト伝説被ったっていうね、ざま見やがれと思って思いましたけど、ありがとうございました。ラオウを昇天させたことは何回あるんですかね、玉井さんは。北斗の拳でね、ありがとうございましたということでした。北斗の拳ネタですね。ラオ、ラーメンのラオじゃないですよ。我が人生に一遍の悔いなし。ありがとうございます。温かいツッコミ。もうこのまま流して終わらせようかと思ったんですよ。読んだだけで。ね。K の昇天と関係があるかもしれない。広い地球に地球人しか見当たらない50の理由。フェルミのパラドックス。あ、そういう書籍があるんですか。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。面白い感想文ありがとうございました。じゃあ、続きまして、メルマガ読者トトさん。K の昇天、あるいは K の歴史、梶本次郎感想文。白い布団の上に黒い小さな丸い点、ゴミだと思ったが念のため虫眼鏡で見てみると足がついていて動いていた。虫は苦手。それ以来小さな特に黒いものはそれが糸くずであっても目を凝らすたびじーっと真剣に見れば見るほど動いて見えるのだ。生きてるかのように。自分の影も見つめすぎると動き出すのかもしれない。それは脳が作り出すものなのか何かに取り憑かれているのか神のおぼし召しなのか。K も私も病を持っている。眠れない日常と過敏な神経のため、満月の夜、N 回言外に引きつけられるっていったような気がした。互いにシューベルトのドッペルゲンゲルという曲に惹かれている。この曲を聴いてみた。青白い月の光が思い浮かんだ。深い悲しみと苦痛に胸を抱かせる暗い曲と歌声だった。影帽子という題名もついていて、まさにこの作品にぴったりだった。影をじっと見つめておると、その中にだんだん生物の層が現れてくる。他でもない自分自身の姿なのだ。154ページ。と、K は言った。そして、その神秘の中に自分を置き、揺れ動いている。自分の影が実体化し人格を持ち、形骸は影に導かれて海に入り込む。そして、魂だけが昇天していく。残された形骸に感覚が蘇れば、魂は戻り泳げる。K は、溺死せずに済んだのではないかという、私の細かい推理であるのだが、通説に実体が迫ってくるようで、感覚のないまま訪れた死が静かに過ぎて、とても厳かにさえ感じてしまった。青い海との光と、青い月の光と共に行ったり来たりする景が悲しくて、切なくて悲しくて美しくて恐ろしくて。澄んだ声、高い花、深い瞳、景は美しい青年であったと思う。四季が近づく人の放つ美しさは何度か感じたことがあった。K は確実に死に近づいていたのだと思う。それも自覚しながら自分の想念のうちに入っていった K は、すでにこの世から離れつつあったのではないか。引用はじめ、影とドッペルゲンゲル、
私はこの2つに月夜になれば疲れるんですよ。この世のものでないようなそんなものを見た時の感じ、その感じに馴染んでくると現実の世界が全く身に合わなく思われてくるのです。156ページ。現実の世界が身に合わなくなるという、それはすでに別の世界に足を踏み込んでいるようにも感じてしまう。年を経た老人が死期が近づくと、まるでその恐怖を緩和させるように突然認知症になったりすると聞いたことがある。穏やかに細胞が壊れていく老衰の苦痛のない死と、若い時期に良い細胞が壊れていく時の死の苦痛は比べ物にならないと思う。疲れるという実感、そこからの死、それはその若さで病の苦しみから逃れるためにの神の導きだったのかもしれないと読んでいて感じた。また K はそのような導かれ方を望んでいたのではないかとも思われた。あなたの手紙に答える私、彼自身の形骸には魂が戻り、息を吹き返し、動く影も消え、病状が回復の方向に立ったのではないかと想像された。K は自殺でなく溺死であると。そして魂は月へ、そう判断したいと思った。終わり。ありがとうございました。落語で飯粒が落ちてると思ったら動いたっていう話がありますけども、それを思い出しちゃった。それを思い出して笑いこられるの必死だった。おい、飯粒が落ちてるぞって言って、拾ってみろって言ったら、おい、動いてるぞって。飯粒が動いてるぞって。何の落語だったか忘れましたけども、ありました。ドッペルゲンゲル、あと最後に流したいと思いますけども、なんかすごい小さな音で始まって、最後ね、どんどん大きくなっていくんですけども、このドッペルゲンゲルの、って、これ歌詞がね、どういう意味なのかっていうと、これね、ウィキペディアに書いてありました。ドッペルゲンゲルの歌詞。あれ、どこだっけ。夜はひっそりとして、孤児はしんとしている。この家に僕の恋人が住んでいたのだ。その子はとっくにこの町を立ち去ったが、家はまだ同じ場所にある。そこにはまた一人の男が立って高いところを見つけ、激しい苦痛に手を握りしめている。その顔を見たとき僕はゾッとした。月が見せてくれたのは僕自身の姿なのだ。その影帽子を青ざめた男よ。なぜはお前は僕の恋の悩みを真似るのか。昔と同じこの場所で、幾夜も僕が苦しんだあの恋の悩みを。昔好きだったこのところに行ったら男が立ってたんですよ。苦痛に手を握りしめて、そしたら自分だったっていう、そういう歌詞だそうですよ。それからインスピレーションを受けて書いたんですね、これね。それがあの海辺で最初に会う時に口にしてた曲なんですね。口笛で吹いてた曲で、その曲を吹いてたでしょって言われですね、ということですね。まあなんかね、K が美青年で、美少年だか美青年で、その死体がこう波打ち際に耐え歌ってるっていうのはね、月の光に照らされて、なんかすごいシーンですね。よく考えるとね、凄まじいっていうか、恐ろしくて、悲しくて、美しくて、恐ろしくて、切なくてみたいな。ね、というふうに思いましたね。確かに。若いまま亡くなってくったらね、大変ですよね。年の経た老人が突然認知症になったりする。ああ、そういうことがある、そういうことあるでしょうね。まあ、神のお導きで魂の苦しみから逃れるために疲れてったと、なんじゃないかと。歴史ではなくて魂が吸い込まれていったんじゃないかと思いたいということでした。ありがとうございました、トトさん。さっきどなたがおっしゃっていたんですが、咳止め薬にはそういうラリルみたいな作用がある。咳止めシロップは一人一本までって書いてありますよ、ドラッグストアに。いっぱい買ってきて飲んじゃうんですよ。中島ラモがいっぱい買って飲んでる。なんか中島ラモの小説に出てきますよね。私はカート・コベインの自伝で知りましたけど、咳止めシロップを薬局からいっぱい買ってきて飲むっていう。
危ないですね。まあでもなんか痛み止めを飲んでたんでしょうね、モルヒネみたいなもんね。そうなると、ドッペルゲンゲンを見ちゃってたのかもしれないですね。ね、MIZ さん書いてくれてた。ということです。ありがとうございました。トトさん。累計丸万部突破、自社調べでメディア多数掲載、過去自分で広告出してる。まあ、よく新聞広告に。まあ今は部数が多くないとなんか、部数で勝ち負けが決まるみたいなね。なんか、そんな感じですよね。パブロンを一瓶飲むと気持ちいいらしいですよ。絶対ダメですけど。もう私最近寝れなくてパブロン飲んで、パブロン毎晩飲んでんですけど。だんだん効かなくなってくんだ。一日目飲んだ時よく寝れたんだけど、昨日飲んだら別に寝れなかったよ。あんま酒飲むと体に悪いと思ってパブロン飲んで寝ようと思ったらね、よくないよね。眠くなんですけどね。ありがとうございました。では最後私です。月光に浮かび上がるシルエット、魂のイデア。人間は太陽の光を直接見ることができないから、その代わりに洞窟の壁面に映った影を見ているのだと、プラトンの洞窟の比喩は説く。これがプラトンのイデア論である。イデアは影としてしか人間の前には現れない。私が最近思うのは人間が薄っぺらくなったということだ。なんかもっと昔は人間性とか人間の魂とか一回きりの人間の生命というものの尊さが世間でも形あるものとして感じられていたような気がする。でも最近は格差社会が進んだせいかなんだか理由がわからないが、生命の尊さを訴える言説そのものが薄ら寒いものになっている気がして、それがなぜなのか全くもってわからない。世間というより自分の頭がどうかしてしまったのかもしれない。失われた30年、日本では生産性を上げることばかりが叫ばれている。生産性という尺度でしか人間を見ていない。以前はそうでなかったような気がする。自分が年取ったせいの泣き言が気のせいか。生産と消費のサイクルの膨張、それを資本の価値の自己増殖という。その中で人間性イコール人間の魂は悪魔の引き薄にすりつぶされるように消え去ってしまうのが現代だ。私たちは労働と消費のサイクルと、そのサイクルに歩調を合わせた私生活に埋没し、自分の魂を見失っている。生きながらに形骸の生活である。冬の晴れでは病魔を押して出かけたものの、死にきれず帰ってきた主人公の療養部屋に、自分の体温でかろうじて生き延びていたハエたちの死骸を見つけるシーンがあった。ハエの死骸と敵した K の形骸が重なった。月光の気まぐれで K の魂は生きていただけではないか。例えば不治の病にかかり、余命がいくばくもなくなれば、労働と消費のサイクルから脱落する。その時初めて死に臨むものとして、人は世界に現存在として投げ出されて、自分の本来性を己に問うのであるが、それは月に照らされた自分の影を問うような不毛な営みである。太陽に照らされ浮かび上がった影は、人間の生命の影である。生産と消費のサイクルを生きる人間の影だ。しかし月光に照らされて浮かび上がった影は人間の魂の影である。これはすなわち魂のイデアだ。満月には影はない。そもそも月は太陽の光によってしか見ることができない。そして太陽の反射である満月が今度は人間の魂の影を浮かび上がらせる。精神が見つめるものは影に過ぎない。満月によってしか人間は自分の魂の影を捉えることができない。魂が見えるものになるのはただ影によってだ。K は歴史によってそういうことを伝えたかったのではないか。K の焦点に私はプラトンのイデアのような形而上学的な構造を見た。死にゆく K の魂の形骸と月に焦点していく K の魂の対比によって人間性の問いが鋭く突きつけられている。繰り返すが単調な世界に何の人間性もないまま動物のような生命だけが労働と消費のサイクルを描いているのは現代人。動物のような生命だけが労働と消費のサイクルを描いているのは現代である。月に行きたい人たちも月に労働と生産のサイクルだけを見ている。だから何度も落ちてくるのだ。終わり。ということでした。
私が思ったのはプラトンの洞窟の比喩ってありまして、まあ洞窟に人がいて、まあ洞窟の影に映ったシルエットですね。私たちが見てる現象の世界っていうのは、現象が実体ではないと。影だと。で、その光源である太陽を見ようとしても目が潰れてしまうから、その過小っていうか過小の現象を実体だと思って生きてるんだっていうね、そのプラトンのイデア論っていうのは国家、プラトンの国家って本に書いたんですけども、私はそれを思い出したんですね。で、なぜかというと、月の満月の光に照らし出された自分の影だけが自分の魂の影なんだっていうことを言いたいんだと思うんですよ。で、なぜそれを言いたかったかというと、まあもう病気でほら、世間の歯車になってないわけじゃないですか。世間から脱落しちゃって生きてるってことに関して、なんて言うんだろうな、まあ、ここで私も書いてる。今ね、私、ハンナーレンと人間の条件を読んでつくづく思ったんですけど、今みんな私生活に閉じこもってるってこと言ってんですよね。だから、自分、人間の魂とか人間性がなんだっていう議論は、昔のギリシア人はもう少しやってたっていうのはハンナーレンとかの仮説なんですけども、ちゃんと公的領域があって広場でね、人間としてあるべき姿とか人間の魂がなんだとかね、みんなが話し合うだけの余裕があった。それは奴隷制の上に成り立ってたから、奴隷が生活必要物を作って、消費の、労働と消費のサイクルを奴隷がやってたから、ギリシア市民はただブラブラして議論に励むっていう生活をしてたと。だから哲学が生まれたんだっていうんですよ。で、その哲学の中からイデアっていうね、一番大切なものは、まあ、大切なのは目に見えないって言うと、星の王子そのままみたいになっちゃいますけども、我々が見てるのは過小だと、本当の真実、真理っていうのは、太陽の光を見るぐらい、無理なことだっていう考え方があるんですよ。で、結局、現代人ってやっぱもう魂の問題とかね、人間性の問題とかもうだんだんわかんなくなってる、話し合いもしないし、生産性を上げてなんか社会を維持していくことが大切だみたいな、まあなんかそういう話しかしなくなってると。生産性と尺度でしか見ないし、何万部って売れてる本が素晴らしいっていう価値でしか物を見ないっていうか、まあ一方でなんかどんどんそうなってる感じが私の錯覚かもしれないんですけども、なってて、まあ、カジモトジラはそういうのが耐えられないっていうか、まあ、自分の魂の問題書きたかったんでしょうね。書きたかったんじゃないかなって、ちょっとなんとなく思いました。それでも書くとなると、療養部屋に自分の体温で生きてたハエが死んだみたいに、まあ、自分を逃がしてる気まぐれな条件があると。自分の魂を魂たらしめてる気まぐれな条件があって、それがその満月だったりね、その、砂浜に揺れ動く影を見つめることでしか感じられない魂の問題があるんじゃないかってことを一生懸命書こうと思ってたんじゃないですかね。魂のイデアが、魂の影に、の反対側に魂のイデアがあると。で、魂のイデアを確認したかったら月に焦点していくしかないと。人が太陽を見て目をつぶすように月に焦点してって落っこちるしかないんじゃないかっていうことを、まあその形而上学的なプラトンのイデア論みたいなことを、まあ書いたんじゃないかなと、まあおじさんは思いました。ということです。コメントを拾います。生産性を上げようと言ってるが、実際には全く生産性上がらない絶望的ですね。何のために生産性を上げようとしてるのかっていうのよくわかんなかった。人間の生産性が上がれば人間が幸せなのかって問題と、人間が人間らしくなれるのかって問題と、関係ないんですよね。今の社会を秩序維持するためにお金を回さなきゃいけないっていうね、もうお金に振り回されてて人間の幸せより辻褄が合うっていうか、もうとりあえず学生ローンは一人1万ドルチャラにしますみたいな。バイデンが言い出す。一人1万ドルチャラにするって言い出して、アメリカでね、支払いが大切だろう。でもそれがチャラになったからって人間らしくなるのかっていうとね、そうでもないじゃないですか、多分ね。インフレになって、
光熱費払えないから補助金出しますって言って、出しては見たものの別に幸せになるわけじゃないっていうか、人間が人間らしい生活をするには何が必要なのかっていう問題はもうここ30年40年もう問われなくなってて、消費と労働のサイクルがなんとかうまく歯車が帳尻があって回らないといけないっていう、そっちの私生活が、てめえの私生活が回ることで精一杯で、もう芸術だってないです。芸術だってその、売れるか売れないかみたいなね。市場で売れるかが問題になっちゃってるし、一生懸命売れない絵描いてる人に対して、まあコスパが悪い人間だなって話になっちゃうし、まあすべてが、なんていうか人間性とか魂の問題がね、もう、なくなってんじゃねえのかって、おじさんはなんか、まあ思わざるを得ないんだけども、でも実際ね、不治の病にかかって、余命が幾くもなければ生産性に何にも寄与しなくなる、じゃないですか。で、その時になって初めて生産性、生産性って言ってることは何なんだって初めて悩むんでしょうけども、その時や、時すでに遅しっていうか、時すでに遅し。何言ってんだ、まだだって。自分の魂の影も見てないし、魂のイデアも失ってんじゃないですか。機械人形だとは思わないけども。まあそうなっちゃってんじゃないですかね。そういうこと思いましたよ。ということです。自分のための創作表現やってみたいものですね。売れなくてもいいから、死ぬまでに一曲交響曲でも書き上げられたら、まさに我が人生に一片の悔いなしです。そうなんですよね。まあ創作しなくてもですよ。自分の魂の問題に向き合うっていうのがもう、余命いくばくもなくなった時に初めて自分の魂とは何なのかって考えるようなサイクルで生活をするのが人間らしいのかって問題もあるんじゃないですか。退職したら好きなことやろうっていうのもおかしな話で、それまで我慢してね、嫌な同僚とつまらない仕事我慢してやろうっていうのは、でもそれをまあ強いられてる部分はまあもちろんあるんですけども、なんか、もうちょっと別に人間性はどこ行っちゃったんだみたいなね。とりわけ SNS が出てきてから、なんか人間が安っぽく、浅く安っぽくどんどんなってってるっていうか、浅瀬がぐるぐる回ってるだけになってきて、それを梶本次郎読むとね、なんかまあ私はすごい思いますよ、その、魂の問題書こうとしてんだなって、こういうふうに魂の問題書こうと思って創作してる人も、まあ、梶本次郎の時代、まあ、せいぜい太宰とか暗号の時代で終わりなのではないかっていう、悲しい感じがね、我々は生きてる形骸なのではないかと。生産性という尺度でしか生きてない人間の形をした、ね、藁人形じゃねえのかなって思っちゃいますよ。ということでした。じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあドッペルゲンゲル聞きながらプレイバックしていきたいと思います。トップバッター、千歳飴さんありがとうございました。ムーンライト伝説。最初はね、のっぺらぼうを予感させる不穏な佇まいで海辺に怪しい男がいたっていうね、それが別人格になりスーッと登ってくって、まあなんかね、なんか宇宙人と会ったみたいな話ですね、これね、よく考えるとね。スピルバーグとか映画化しそうな話だなと思いますね。まあ自分の二重人格を見つめてるってことですよね。そういう小説ですよ。ありがとうございました。MIZ さんもありがとうございました。カジーワールドにハマってきた。ハマりはドハマりですよね。寄宿舎で一緒だった美少年の T
手紙っていうのはね、いいなと思いましたね。彼から送られてきた。ね、その方がいいですよね。BL 的には。いいなと思いました。なんかちょっと悲しい感じがします、ね。ありがとうございます。同性愛の非恋から影中毒が始まった。そういうことなのか。それだとちょっと BL の沼にはまりすぎてる気がしますけども。それでもいいですね。ありがとうございました。おい、元気ボックス様ありがとうございます。対比がうまく書かれてる。ね。結構激しい曲ですね、このドスプリゲ。魂が書かせた。結構でもこの曲、だんだんね、2分ぐらい経つとすごいね、この声が大きくなってって、クライマックスみたいになってくるんですけど。まあこの作品もそうですね。対比を使いながら盛り上がっていくっていう。ありがとうございました。さくら様ありがとうございました。星の王子様に似てますよね。星の王子様よりちょっと激しい感じですね。ありがとうございました。頭がクラクラしてる作品になってた。確かにそうかもしれない。よくわかんないですもんね、これ。難しい作品です。ありがとうございました。エンバター様ありがとうございました。太陽とシスコムーン。太陽と月。ね。シスコムーン。ガタメギラ。ガタメイキッドラブ。愛を育てて。ね。いい意味らしいですよ。ありがとうございました。イカロス思い出しちゃいました。ありがとうございます。ホヨさんもありがとうございました。ケイは影であり、火事である。ね。なんか、ケイっていうと、心のケイを思い出しちゃいますけど。なんか小難しいことを考えてこじらしてる魂が大切な人間、そういう人たちを日本文学っての書いてたんじゃないですかね。K ね、ありがとうございました。玉江さんもありがとうございました。ラオウ商店ですね、本当に。もう一回ちょっと読んでみないと内容が頭に入ってこなかった内容が全然ちょっと玉江さんの金銭に触れる作品ではなかったってことはよくわかりました。触れなかった場合はもう参加お休み、一回お休みにしていただければ。ありそんなことないかありがとうございました。まあいろいろ仮説を立てていただきました。ありがとうございました。トトさんもありがとうございました。虫が動いた。よく見つめてると、魂の形が見えてくることがあるかもしれませんね。なかなかね、日常生活、ルーティーンで生きてると自分の人間性ぐらい自分で守れ、バカ野郎、茨城のりこ先生の詩みたいな、なっちゃいますからね。健康を害してからようやくね、花鳥風月の美しさに気づいてしまう。だけどまあ、日々ね、思えるようになったらもうちょっと違うんじゃねえかっていう感じもするんですけどね。ありがとうございました。あ、中野さんありがとうございます。こういう短い文章も扱うんですね。送ってみれば。あ、たまにね、あれですよ。短いやつも。まあ、カジの作品は今後も短いのをやるんで。来年もやっていきたいと思います。カジーさんは作品を残したかったかが問題を考えます。まあでも生きてる、病気になりながらも自分の感受性の中で何か残そうって一生懸命、まあ、少ない体力でやってた方ですよね。だと思いましたね。生産性も別の方向に向けば満足度上がるでしょうね。今の日本は努力する方向性が悪いから、いくら生産性を上げても、結局満足度は上がりにくいでしょうね。だって SEG とかなんかもうその横文字で何がやろうとして何がもうなんか どっかの受け売りでしかないんですよ。自分たちがどういう生き方したいか、じゃないんですよ。なんか、基準が
どっかよその国にあるみたいなね、感じが私はしますけども。何なんですかね。哲学がないっていうか、哲学がないんじゃないですかね。やっぱり、人はいかに生きるべきかみたいな。まあ、でも全てお金があれば解決するっていう、お金もまあ重要でしょうけども、なんかまあ全然魂の問題はおろそがっていうか、まあなんかすんごい、あっさい感じのなんかカブトムシみたいな、カブトムシ人間ですよ。わかんない。私だけがそう思ってんのかな。そんなことないのか。もっと素晴らしい人がいっぱいいるのかな。なんかもう創作物とか見てもなんかもう何回目の焼き直しだみたいな、もう全てが全て脈々みたいになってるなって思っちゃいますよ。四季を前によく冷静を自分に見つめていて、すごいです、かっこいいですね、すごい人ですねこの人ね。じゃあありがとうございました。来週は川端康成の温泉です。私も一昨日読みました。すごい作品でした。ちょっと久々にやべえ作品でしたね。やっべえぞーってぐらいやばかったですね。なんでやばい、何が書いてあるかわかんないんですよ、もう。本当に。温泉街の女の人たち、若い女の人たち、まあたまに体を売ってる、温泉街で働く若い女性6、7人のことが断片的に綴られてるだけなんですけども、なんかもう、魂の問題が書いてあるというのとは別に、なんだろう、ちょっともう怖かった。何が怖かったかも言えない。まあまた朗読しますんで、女の人たちの生命力みたいな、生命力っていうかその若い女性の観察、こうなんかもうこういう風に観察して書くのかみたいな、このまあ恋模様、自分の肉体自分で所有してるみたいなことがね書いてありました。なんていうんだろう、すごい生々しい人間関係が詩的に描かれてる、すごい作品でした。まあ読んでみてください、よかったら。まあ朗読します。あばですね、温泉宿です。伊豆の踊り子に入ってますんで。ちょっと、ネット上には、まだ版権が切れてないんで、そっと、朗読はする予定ですけど、朗読聞いても内容がわかんないかもしれないです。ちょっと、すごい。まあ、ちょっと、梶井元次郎の作品なんかまだ、わからせようと思って、説明してる部分がありますけど、川端先生は説明しない飛躍の部分がすごいんで飛躍しまくってて、補足、論理的に自分で補足しないと読めない話なんで、まあよかったら読んでみてくださいということでした。いやー、読書って本当に素晴らしいですね。さよなら。さよなら、さよなら。じゃあ、レーター先生ありがとうございました。おやすみなさい。失礼します。